<laughs> あ、<laughs> はいすいません、いきなり、えー、咳払いからスタートしてしまいましたがはい、ということで今回はね、えー、久しぶりに、えー、野球ネタの動画を出していこうと思いますはい、えー、まあちょっとはい、いろいろ忙しくてねなかなか動画を作ってる余裕がなかったんですけどはい ということで、今回はですね、中日のマイク・ガーバー選手の話をしていこうと思います。えー、ガーバー選手はね、えー、先日、ちょっと家族の用事でアメリカに帰るというような報道が出ましたね。まあ、ガーバー選手に関しては、ちょっと成績がね、えー、見合った活躍をできていないっていうところで、まあ、この帰国によってですね、まあ、最終的に、まあ、対談っていうこともあり得るんじゃないかというような指摘をされていました。はい。でまあ、ガーバー選手に関してはね、僕は結構、まあ、 その何て言うんですかね、あのーまあ、ガンバ選手に関して厳しいかなと思う部分っていうのはちょっとあったんですけど、例えば成績の予想をするにあたって、そういう主観的な情報よりも、まあ、その数字から、あのー、導き出されるところを、えー、重視して見ていこうということにしてたんで、まあ、成績の予想は、ね、2割8分19本ぐらいなんじゃないかっていうような予想をしていましたが。 まあ現実はね、えー、12試合に出場して、ですね45打席でホームランゼロという結果に、えー、終わりまして、ですね打率1割5分6厘ということで、非常に残念な数字に終わってしまいました。まあね、あのもしかしたらまた帰ってきてということもあるかもしれないですけどね。でも、ガーバー選手に関してはね、えー、三振もめちゃくちゃ多くて、フォアボール1個しか選んでないという状況で。 かなりね、数字に関しては、えー、悪いというところで、まあ、ガーバー選手は非常に残念な結果に終わってしまいましたね。で、特にですね、まあ、見ていくポイントとなってくるのはですね、まあ、フォアボールをね、あまりにも選ばなかったっていうところ、BBK がね、0.06っていう、まあ、異次元の数字に、えー、突入してしまったというところですかね。 まあここはちょっとあのガーバー選手かなり良くなかった。出塁率も悪いですし、OPS3 割5分2厘っていうのは、まあ、寂しい数字ですね。はい。という感じです。まあ、ツーベースも1本しか打てなかったんで、長打力も発揮できてないですし、まあ、非常に残念な数字だったかなというふうに思うんですけども。でですね、メジャー通算での、えー、ガーバー選手の、えー、数字なんですけど、まあ、 そうですねあのメジャー通算だと、あのーまあ、ボール球スイング率はまだまだまだそこまで、あのー、悪い数字じゃなかったんですけど日本に来てから一気にボール球にどんどん手を出すようになってしまったっていうところがありますね。まあ、ガーバー選手の、ね、球種別の数字見たんですけどすべ、あのー、てことごとく悪かったんですけど。 まあただね、えー、変化球系に対する弱さっていうのは、来日前からも指摘されていましたんで、その変化球系、特にスライダーですね、の弱さっていうのは、おあの明らかに露呈していた。というところで、まあ、変化球に対してバットが止まらないっていう状況になってしまっていたのかなというふうに思うのと、まあ、あとはあの試合感ですね、2019年に試合に出ましたけど、2020年はマイナーの試合がなかった影響で、1試合も出場しなかった。 とというところで、まあ、どうしても試合の感覚、実践感覚っていうのがちょっと離れていて、そこがちょっと、あのー、なんていうんですかね、いきなり実戦投入されてしまったことが、まあ、彼にとっては不運なこと,のことだったのかなというふうに、えー、思います。で、あとはですね、えー、っと彼はね、あのヤクルト戦だったと思うんですけど、名古屋ドームね、あの直球、もう全球、直球勝負、三球三振みたいな。 ことにもなってましたねあの辺の頃にはもうすでにもう変化球への対応で頭いっぱいになってて逆に速球に対して全く対応できなくなっていたのかなという感じです。まあ、ゾーンラインのボールに対してはねきっちりコンタクトすることができていたんですけど、まあ、ボール球のコンタクト率はあまり良くないと。で,でしかもボールでをどんどん振っていってしまっているので結果的にまあ空振りが増えるというような苦循環に陥っていたかなというふうに思います。 まあ、打球の傾向に関してですけども、まあ、基本的にラインドライブの打球の割合がね、まあ、結構一定程度あって、外、ま、野、あの間を抜いていくようなヒットっていうのが、えー、彼の特徴ですけど、まあ、それがね、2021年 NPB においては、えー、ラインドライブ戦打球がゼロ、で特にそうですねあのフライの割合がね、えーまあ、多い、まあ、打球自体がね、まあ、サンプル数が少ないんですけど、 どこで本来の打撃を発揮したとは言いづらいのかなというような結果に終わりましたということなんですよ。で、まあ、ガーバー選手に関してはね、まあ、いろいろ思うところあるんですけど、まあ、とにかく、まあ、ガーバー選手は、まず、<coughs> その中日の外野事情っていうのが絡んでくる選手ではあるんですよね。っていうのは、その中日はですね、今、センターが、大島選手がやってまして、もう大島選手が、まあ、しかも、 まあ中軸打者として3番バッターを打ったりとかしてますけど、まあ、そういう大島選手がセンターとして非常に定着してますがただあの年齢による衰えっていうのがまあ確実に大島選手にはあるわけでセンターとしてはね年々守備範囲がえ減少して少しずつ小さくなってきて守備力に衰えが発生しているわけですよねでその守備力の衰えを中日はあのライト平田選手 で平田選手にあの宇宙間の打球を平田選手に処理させることによって、まあ、大島選手の守備負担を軽減して、まあ、その守備の衰えを最低限あのなんとか食い止めようみたいな感じの傾向が感じられ,るられるというような分析のデータもありましたね。というところで大島選手はもともとそういう感じであの守備範囲の衰えっていうのはまあ前から指摘されていたと。で でですよ、うん、あの中日が新たに、ね、補強する外国人選手となると、まあ、一塁ビシエド選手がいるわけで、まあ、あのもう一人外国人バッターを補強するなら、まあ、外野しか考えられないと3塁、まあ、とかも、ねまあ、ありえなくはないですけど3塁、まあの外国人って難しいですから,難しいですからあの外野になってくるとただセンター大島選手の守備の衰えがあることを考えると、まあ、レフトとかにその守備ガバガバの外国人選手を 置くと、まあ、名古屋ドームっていう環境を考えても、まあ、外野の守備が崩壊してしまうっていうところですね、まあ、名古屋ドームっていう環境からですね守りを重視するようなチーム編成を基本的に中日はしてますよね、ピッチャー重視みたいな感じの方針をしてます、まあ、もちろん将来の大砲候補もね結構補強してますけど、まああの、まだね、ちょっと若いんで、あのこれからの選手ですし、まあ、ちょっとあのとりあえず現状、を守り重視のチーム編成になっていると。 いうところでまあ中日がまあ打てるけど守れないタイプの外野手っていうのを補強しづらい状況にあるように感じますね。例えばアリエル・マルティネス選手なんかもあの一塁とキャッチャーって感じですけどまあこれもポジション被りが発生しちゃっててでまあアリエル・マルティネス選手の外野は相当,あの相当下手くそというような情報も見ましたけどまあ もしかしたらでもね、あのー、あれなんですよね、大島選手の守備が万全であれば、まあ、レフト1人ぐらい守備ガバがいても、どうにか回るかなっていうところはあると思うんですよ。ただ、そこでね、あのー、広い外野を持つ球場で、あのー、センターもちょっと守備が衰えつつあって、平田選手はバッティングが不調で、1軍には上がってこれない、えー、そして、レフトに守備、あのー、外野の守備が壊滅的なアリエル・マルティネス選手を置いてしまった場合、 外野が崩壊してしまうと、まあ、あのいうところで、まあ、非常に難しい状況にあると思うんですよね。まあ、加藤翔平選手なんかも補強したりしましたけど、まあ、その中日の複雑な外野事情っていうのがその外野の外国人選手を補強しづらいっていう状況を生み出していると。でその中でまあ白羽の矢が立ったのがマイク・ガーバー選手だったわけですね。ガーバーバ選手はまあ外野の守備にも評価が高くて あのバッティングもえー年間23ホーマーぐらいえ打ったシーズンもありましたし非常に期待度が高い選手とすべてのバランスが整った選手になるかもしれなかったというところにまあ中日にとってはまあ正直、そういうね守備があの崩壊してなくてある程度打てる可能性の高い選手ということでガーバー選手を取ったというのはまあ判断としては間違ってなかったのではないかなっていうような気がします僕は。 ただ僕はただ、それでもその外野が崩壊してしまうとしても、それでも打てる可能性がもっと高い選手を取ってきた方がもっと良かったのかなとは思います。うんまあ、守備の崩壊の恐れっていうのはまあ分からなくもないんですけどね。まあ、バレンティン選手なんかもね、ヤクルトで外野やってて相当崩壊してましたけど、 まあそれでもまあ一応、試合は成立してたわけですし、あのヤクルトがバレンティーン選手がいる状態でね A ク,ス A クラスに進出したこともありますし、というところで、まあ、にあのー、中日はですねあの今回のドラフトでもなんかブライト・ケンタ選手とか、日本人の大砲候補を結構リストアップしてるんですよね。というのは、日本人の外野の大砲候補っていうことは、まあ、ま あの外国人選手よりはね守備にある程度期待できるというか自分自前で守備を鍛えられるんであ,のある程度物になる可能性が高いというところで、まあ、日本人大砲候補をリストアップしてるんですよね。あの今年どうもあのビシエド選手がねあのもしかしたら中日から出ていくことになるかもしれないみたいな、えー、情報も見,見ましたけどつまり多分多分ですけどこあ,のありうる補強としては。 もうあのブライト・ケンタ選手なり外野の日本人の大砲候補を、えー、獲得する外野、えーまあの人枠を埋めるで加えて一塁ビシェード選手ちょっと長打力が不足してるんで一塁に長打力の高そうな外国人選手を取ってくるっていうのが今年の中日の、えー、補強方針として一つありえるかなというふうに思います。 まあそうなってくるんじゃないかなっていうところで、まあ中日がね、えー、外,国人外野手で外国人の長打を打てるタイプの選手を取ってくるっていうことは、今後もちょっと、うん可能性としては低いん、じゃなないいかなと僕は思っています現状、大島選手もあれですしね、あの守備があれなので、ヤクルトもそうなんですけど、青木選手がねセンターで試合で出てましたけど、守備が衰えてきたんで、まあ、最終的にレフトにコンバートされて、えー、逆にあの守備指標が上がったので。 大島選手もいずれセンターを守ってますけど、まあ、どっかにコンバートするなりしなきゃいけないのかなっていう状況ではあると思うんですよ。ということを考えると、まあ、中日が欲しいのは、やっぱりブライト・ケンタ選手もセンターを守った経験もありますし、まあ、そういうところになってくるんじゃないかなみたいな感じですね。まあ、とにかく今シーズンのガーバー選手の補強に関しては、完全に裏目、えー、失敗に終わってしまいましたけど。 やっぱりね、あのこういう5ツール揃ったプレーヤーっていうのを外国人選手で獲得しようとすると、まあ結構難しいよねっていう。守備がうまくてある程度打てれば、それはそれだけもうメジャーで試合に出れちゃいますから、そういう選手を補強するのはすごく難しいっていうことが、まあ、ガーバー選手の例からよくわかったかなっていう感じがします。ということで、そんな感じで今回は終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。